まあ、今日は安心して見てられました。8回の途中2点取られたところでもう強力なリリーフ陣へのスイッチがありました。まあ、できればね完封ということはもちろんベンチも考えていたんですけども、まあ、8回に、2点取られてしまったので、まあ、そこからは、まあ、連投はしてるんですけどもね、まあ、うちのセットアッパーと抑えをという形にはなりました。そして攻撃陣は先制、中押し、ダメ押し、本当に理想的な点の取り方だったんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと初回ミスでチャンスを、ね、潰して嫌な流れになったんですけども、まあ、そこを相手に流れを生かさない、まあ、小笠原の今日の投球が、まあ、勝利に結びついたのかなと思ってます。そして最後になりますが、今日は東京ドームでの今シーズンの最終戦ということになります。2連勝で締めくくる最高の結果になったんじゃないでしょうか。はい、この球場で今年あまり勝ててなかったので、また来年につながっていくように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。勝ちました立浪監督でした。